あ、いきなり、うん、こう、うちの試合でよく見る衝突。あれ、なんか歩けてない。きたー、台数が増えると発生する問題。通信じゃない。キックオフ、我々キックオフ。あ、でも前行ったからキックオフするのかな。なんかおかしい。あれでいいんだっけ。あー、止まるんだ。おー、なんかいいね。おお、素晴らしい。さあ、こっからスムーズバレーに入る。おお、素晴らしい。ちょっとショートしなければ大丈夫だね。あー、やっぱり 6番あれか、ダイレクトパスしたのダメだったね。残り15秒ぐらい。15秒、 OK、 戻りますね。セット。やっぱり攻めは圧倒的に優位だね。ゴール、裏に。相手が前に立つ前にちゃんと前に出してるから、それがやっぱり強いよね。うん、取って、はい、セット。なんか足が当たってんの。なんかジャイロの向きはやっぱり逆のような気がしなくもないんだけど。ロボットがマイナス、いや、うん、ロボットがプラスだったよ。シミュレーターと逆なんだよな。あのコメントが入れてあるはずで、それとは逆の値になるやつ、なる本体が。ああ。これで歩行が安定してればいい感じだ。結局は歩行が安定してる方が勝つんだよな。あ、起き上がりは例のやつ入れてる？私の。え？はい。じゃあ。ジャイロの値を元に戻す。さっきのじゃない、今ピックアップしてるやつ、違うやつ、はい。
今の蹴り方微妙。した。ん、なんか近づけない？転倒してるね結構。あ、いや、でもこのシチュエーションでピックアップできるんだっけ？うん。何も問題ないのに勝手にはピックアップできない。いや、うん、向きでいい。あ、固定された。3番2個1回した。なんか、あれだね。何もないのに結構パタパタ倒れてるね。ま、マジェンタは情報共有はしてるよね。うん、あ、歩けてない。なんか歩けてないね。やっぱり限界近くするとこうなるよ。ちょっと余裕を持たないとパタパタ倒れて終わりになっちゃう。なんかすごく左に寄ってるね。あと2番あ、いや、いけそう。結構ふらついた。やっぱり歩行が安定しないね。転倒してずれたかな。すごい、あもうすげえバタバタして倒れて。やっぱりみんなギリギリ行き過ぎてんじゃない？10分間戦うためにはもうちょっと抑え気味しないと。倒れてる。うん、取った方がいい。すごいね、やっぱりあれだね、台数が増える。ああ、蹴っただけで倒れてる。カキカキいってるね。いって、多分壊れてるんじゃない？大丈夫か。終了。